小村節隊3月22日昭和15年10月17日は、大正から昭和初期の日本画家、版画家、挿絵画家、装丁家。明治20年、埼玉県川越四角町に、父、小村茂門、母門の長男として生まれる。本名は大輔。明治24年に、父が病没し、翌年母が小村家より離縁されたため、 幼くして、両親を失い、叔父の小村万吉に養育されることになった。明治33年、坂戸神城高等小学校を卒業した節代は、翌明治34年、東京の神田神保町に住む、おばの家に寄宿し始めた。明治35年、おばの世話で、日本橋干物町に住む、外務省勤務の初回安並健介方で学木となる。明治38年には、 養子縁組した。明治36年、摂大は16歳の時に画家を志して、日本画家の荒木漢方に入門した。明治37年、東京美術学校日本画家専科入学。下村観山教室に学ぶ。古賀の模写、風俗交渉を学ぶ。明治40年に、福岡医科大学の久保井の吉が上京してきて、夫人と共に、駿河台の宿屋に泊まった。 この時、歌川報告の絵の模写を頼まれていた節体がそれを届けに宿屋へ伺うと、久保は外出しており、夫人が応じた。そこへ、宿屋の女中が、泉先生の奥様がお見えになりましたと告げに来たと言う。久保夫人と泉強化夫人は実婚であったようで、明日は教科本人もここにお邪魔しますという言葉を聞いて、すでに教科の小説を愛読していた節体は、 再びその宿屋を訪れた。このようにして節体は小柄でちょっと価値気な美女が断層したような感じのする教科と巡り合ったのであった。節体の画語を与えたのが教科である。明治41年に東京美術学校を卒業、一時国家社に入社している。明治42年、養父の安並健介美を没。安並家を継ぐ。ただし仕事では 小村生を名乗る。大正3年、泉教科の日本橋の想定を行い、以後、かぶらききよかたと並び、多くの教科作品を想定、木版多色すりによる挿絵の仕事を手掛けた。また、大正11年には、里見トンの多情物心の挿絵も手掛けており、想定のほか、新聞雑誌の挿絵において活躍している。節体の美人画は、 橋口五用よりも浮世絵的な雰囲気が色濃かった。その作品は鈴木春信の影響を受けながらも幕末の歌川国定あたりの末期浮世絵の持つ崩れた日にも通じていた。新聞小説の挿絵などでは、ことにオーブリー・ビアズリーのような黒白のシャープでくっきりとした版画的な絵を持って特色を際立たせた。なお、節体の木版画は、 生前のものより、その没後に、高見沢木版社などから反抗されたものの方が多く、いわゆる新版画に分類される。一方、舞台美術の分野でも、異彩を発揮し、大正13年の、ただ直お京行場期から、舞台装置の世界で、独自の感覚を、発揮、一本型など表入り、大菩薩峠など、数多くの作品を制作。 溝の口賢治の映画美術の担当などをこなして舞台装置の世界で自ら一時期を隠した。昭和8年に挿絵の代表作となった国枝漢字作の新聞小説、汚染、翌昭和9年のおでん地獄など数々の作品を発表するなど挿絵の分野においても大きな足跡を残した。この汚染以降は国枝文学とのコンビネーションも目覚ましかった。 また国画街道人でもあり、上司と淡麗な画風を持って、昭和の春の部と評された。国画作品展への参加時を含め主流画壇からの評価は低かったが、厄介な世界ならばしいて、そこに入りたいとも思わないと、挿絵画家としての教示を持って、現存確認分だけで1万点を超える挿絵を描いた。雪体長と呼ばれる、版画風の描法のほか、里見トン。 多常物心などでは、クロッキー帳の挿絵も手掛けた。書体にも気を配り、やや縦長で、王線が細い文字から無署名であっても、節体作と推定できる挿絵もある。昭和15年、脳一血にて死去。去年54。墓所は、世田谷区北からす山の妙高寺。法名は、遠輪院、節体比較小事。ありがとうございます。